唐突ですけど皆さん不思議に思いませんか？音楽ってその、いわゆる芸術で人を楽しませたり喜ばせたり感動させたりそういう人のためにすることなんですけど、結構多額なお金を必要としますよね。だいたい経営者からすると、それで生計を立てていく、だから、必要な経費なんだと言われますが、それは分かります。その何でも完全にフリーではボランティアですから誰も生活はできないんですけど、しかしそれにしてもその金額のデカさにちょっと驚かされることがあったりしますね。例えば楽器を買うのにも、ピンキリですけど安くて何千とかありますけども、だいたい相場は数万円から、高くて何百万何千万とかで、練習スタジオバンドやってる人たちは心当たりあると思うんですけど、日本じゃなかなかその近所の騒音問題とかになるから、完全に防音設備のある仮スタジオを借りてそこで練習すると。でこれには1時間だいたい何千円だったりしますと。で例えばレーベルのオーディションだったりするのに、レーベルのオーディションエントリー代に数千円から数万円かかったり、あとはもっと向上したいっていう人は、例えばセミナー、プロのセミナーだったりレッスン教室に通ったりするのに月何千円から何万円かかったり、でもっともっと、詳しくもう専門的にやりたいっていう人は大学に行ったり学校に行ったりして、大体年間何百万、卒業までに何千万かけると。その結果やっぱりちょっと金銭的にちょっと問題があるなと思う人は、ちょっとやりたいんだけどできないとかいうことになったりで、例えばバンドやってる人はよくありがちなんですけど、その毎日バイトして例えばスタジオ代借りるにも、ライブするにもツアー回るにも、自分の曲を作った CD 制作レコーディングでも生活費もあるしっていう風にどんどん毎日毎日バイトしてて、結局肝心の音楽活動ができない、一体何のためにやってるのかなっていう風に無力感にちょっと襲われちゃったりで、バンドするにも、気の合うメンバーがいると、でそれを探すのにちょっと1年2年かかっちゃって、せっかく見つかってもなんかあっちの事情で結局解散しちゃったみたいなことがありがちなんです。で結局一人じゃ、例えばシンガーだったら歌うことしかできないし、プロのレッスンをちょっと受けてみよう、そして、いろいろな知識を手に入れて、上手くなってきっと誰か拾ってくれるだろうっていう風にどんどんやっていっても、結局気づけば年を重ねていったりとかで、多額の金額を払って、どこのこう有名大学を出た、卒業した、でも現実やってるものは音楽教師だったり、どこ教室の、先生だったり楽器屋の物知り店員になったり、実はもっとこう例えばレーベルに所属してツアーを回りたいとかいろいろやりたいことがあったんだけどなっていう風にしなってちょっと諦めてしまうっていう方も、結構多いと思うんです。でそれと裏腹に、楽器やってる人っていうのはその向上心がやっぱりありますか、プロアマチュア趣味でやってる方問わずに、もっとより良い作品、より良い演奏を、もうプロが使うテクニックと一体どんな秘密があるのかとか、
どうすればもっといいものが作れるんだろうっていうふうに考えるのも一生の課題だと思います。でまあその知識を手に入れるのにやっぱりセミナーだったり講習会行ったり本を買ったり、するわけですけども、ここで皆さんちょっと一つ気をつけてほしいことがあって、でプロっていうのは自分の技術のすべてを見せるわけにはいかないっていうちょっと残酷な事実があるんです。まあ、彼らもそれで実際生計を立てているわけだし、さらに言えば毎日その世界中にいるライバルたちと戦う狼たちなんですね。で、椅子も限られているから、もうそれを取り合うために必死で、簡単には自分のこの悩んで悩んでこう培ったこの技術だったり知識だったりをなかなかその人に教えるわけにはいかないっていう事実も実はあってまあなかなかその本とか雑誌とかそういうのに載ってるのをうやむやむやみにその信じるのはどういかがなものかと。でさらに言うと、そういう好きなプロのセミナーに参加した、彼女彼はこう言っていたから正しい、あの有名人のレッスンだからっていうふうに考えちゃうことは実はとても危険で、これって事実をねじ曲げて解釈している場合があるんです。理由はただ一つで、人っていうのは自分の好きなものを、美化するからです。そして自分を正当化するから。でこれだけの金額を払ってこの有名なセミナー、に行った、例えばレッスンを受けた、だからこれは間違ってるはずないだろう、これは正しいと、あの著名人有名な肩書きのブランドのあの人が言ってるんだから間違いないよっていうふうに思い込んじゃうわけなんですよね。 でも実は客観的に冷静に考えたら、それってそのプロの人しかできないことだったり、万人にもう世界中の人に当てはまることじゃないかもしれないと。でそうやって勘違いしてることって山ほどあって、で本当にその人個人個人に適したアドバイスなのか、冷静に自分にそれが合ってるのかっていうのはちょっと判断が難しい場合があるんです。では一体どうやってその正しい情報だったり、そのもっとより良いものになる知識を学べるのか、そこで僕は、アメリカで学んだ知識だったり経験、僕はもともとドラマーで、バークリー音楽大学のドラム講師に学んだんですけど、そのドラム技術だったり、アメリカで作曲始めてその作曲の方法だったりを、ご紹介したいと思います。詳しくは下のリンクに貼ってある僕のメルマガに登録していただけると、その動画を限定公開でしてあるので、そちらを見ていただければ、ぜひ登録して見ていただければと思います。例えばあとは作曲してる方なら、わかると思うんですけど、プラグインエフェクトとか使ってる方とかいると思うんですけど、まあ、そもそも音楽には、ほぼ英語が使われてる場合が多いんですよね。で例えばそこのコンプレッサーはこの一般的なプラグインエフェクトですけど、そもそもコンプレッサーって一体何なんだっていう方も、おられると思うんですけど、その例えば英語のその意味を分かっていれば、あ、コンプレッサーっていうのはこういう
効果のあるエフェクトなのかなとか、でもそのエフェクトって何なんだっていうふうに思ったりするかと思うんですけど、その英語本来の意味をもし分かってれば簡単にシンプルなんですけど、まあ、たまに解説者の中に、全然それを分かってないから、ちょっと回りくどくなったり、ちょっと屈折した意味でちょっと複雑すぎて分かりにくいなこの人の説明っていうのもあるので、より簡単に、もっと分かりやすく、説明したいと思います。さらにですね、僕がアメリカで学んだ、実現しない夢とか理想、皆さん理想とか夢持ってると思うんですけど、これ実は実現しないっていうことも分かってて、あるアメリカの大学の心理学教授が証明しちゃったんですけど、これを持っている限りはですね、まあ結構散々な人生になっちゃうよっていうことが実はあって、ただこれを目標に変えると達成しますよっていう、達成する確率が上がりますよっていう、そういう事実も、加えながら、この作曲をしてもっとより良い、音楽人生になるっていう、その方法も、ご紹介しているので、もし興味ある方は、ぜひ下のリンクから、登録して、動画見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。